W 杯北中米大会アジア最終予選 C 組日本4、ロインドネシア、2024年11月15日インドネシアジャカルタ、サッカー日本代表、FIFA ランク15位は15日、26年 W 杯北中米大会アジア最終予選でインドネシア、同130位を4対0で下した。アウェーで大きな勝ち点3を奪い、勝ち点13に伸ばして首位をキープした。 前半35分、オーンゴールで先制すると、同40分には MF 南の匠、モナコの左足で追加点。後半も MF 森田秀正、スポルティング、途中出場の菅原幸成、サウサンプトンがゴールを挙げた。試合会場、ゲロラ・ブンカルノ・スタジアムは7万8000人収容。同国メディアの CNN インドネシアは、 インドネシア日本戦のチケットが今月2日に発売され、わずか2日で完売したと報道。完全アウェイの一戦で対象した。試合後に森安はじめ監督、56、は、最初のビッグチャンスがインドネシアでしたが、そチーム全員でカバーして最後はサイツヤが止めてくれて、難しく耐えなければいけないところ耐えられたところが勝因だと思います。都会高一番で、守護神。 ゴールキーパー鈴木サイツを称えた。相手もホームのサポーター力を借りて、勢いよくサイドを攻めてきた。耐えなければいけない中で、攻撃的な三笘、ま、同案が守備でも力を発揮してくれたと試合を振り返った。